歴史を彩る悪女列伝のコーナー。悪女、悪女。気になる今回の主役は悪辣なる皇女、ルチッサ、だー。実際にあったこととは裏腹に、全世界的にルチッサには悪女のイメージはない。それどころか、ルチッサに対するイメージの大半は正義のヒロイン、であろう。え、どういうこと？これにはなかなか根深い理由がある。ルチッサについて考えるとき、映像としてのメディアの凄さと、同時に恐ろしさについて考えさせられる。ルチッサのイメージは、二つの映画によって浸透したと言える。一つ目の映画は、1964年にアメリカで公開された、ザ・フォール・オブ・ローマン・エンパイア。この映画は、検定マルクス、アウレリウス、アントニヌス帝が、アングな息子コンモブスではなく、有能な将軍リウスに後を継がせようとするが逆に暗殺され、最終的にルチッサと結ばれたリウスが、悪帝コンモブスを倒すという筋書きだった。この時にルチッサを演じたのが、大変人気の高かった、ソフィア・ローレンというイタリア出身の女優で、彼女の人気がそのままルチッサのイメージとなる。何せ、彼女は日本でホンダの CM に出たり、スマップスマップにも出たぐらいだからね。ついでと言ってはなんだが、この映画では、アウレリウス帝の役を、スターウォーズのオビワン家のオビ役で有名なアレック・ギネスが演じている。超豪華キャストだったんだね。でも、アウレリウス帝ってコンモブスに暗殺されたの？いや、全くそのような事実もないし、そもそもそんなことをする必要なんて一切なかったよ。だって、コンモブスをアウグストゥス、すなわち共同皇帝に任命したのは、他でもないアウレリウス帝自身だったんだからね。え、じゃあ映画の筋書きはデタラメってこと？デタラメで済めばいいけど、あそこまで行くともはや事実の歪曲だと思うよ。そもそも主人公のリウスなんて完全創作だし。ちょっとやりすぎている感はあるよね。もう一つの映画、グラディエーター。でも、コンモブスが父アウレリウスを殺害していて、なぜか架空の人物とルチッサが恋仲になる。そしてその架空の人物マキシムスが、これまたコンモブスを殺害して映画は終わるんだ。この映画はデタラメを超えたデタラメなんだけど、映画自体の出来はめちゃくちゃ良くて、アカデミー賞とゴールデングラブ賞を両方受賞していて、ウプ主が昔書いた映画好きな俺が人生をかけておすすめする映画ランキングベスト100という記事でもベスト100に入れたぐらいだ。詳しくは、概要欄のリンクを見てね。こっちの映画でも、ルチッサは終始善玉として書かれていて、完全にヒロインしていた。歴史を元にした創作は、どこまでが許されるかという点は非常に難しい問題で、実際に、グラディエーターの監督のスコットは、各方面からの批判にさらされている。グラディエーターに関しては、割と事実の部分もある上に、実在の人物も多数出てきており、さすがにやりすぎだと思う。二次大戦以降、リビジョニズムの問題が大きな問題になっている。日本では歴史修正主義なんて訳されたりもするけれど、発端は二度の大戦が果たしてドイツの責任だったのかどうか、そういった評価の問題であったのだが、現在ではもはや歴史の捏造という感じの言葉になってしまっている。歴史的事実とは何かという問題は、人類が生き続ける上で常に問題になることで、歴史と捏造とは切り離せない部分がある。歴史とは所詮イメージの連続で、金や宗教同様、大多数が信じればそれが真実になる。全世界の金は500兆ほどあるらしいが、実際に刷られているのは50兆ほどであるそうだ。つまり、大半の金は虚構に過ぎない。お菓子がなければパンを食べればいいじゃない、と、マリー・アントワネットが実際に言っていなかったとしても、大多数が信じれば、そちらが真実なのだ。うるせえ、早く悪女の話をしろよ。そうだな。話がそれすぎた。ルチッサの話をすることにしよう。アンニア、アウレリア、ガレリア、ルチッサ。父は誰もが知る検定マルクス、アウレリウス、アントニヌス、母ファウスティナはこれまた5検定筆頭のアントニヌス、ピウスの娘であり、ルチッサは二人の検定の血を引いていることになる。
完璧な決闘、という意味では、アウグストゥスの血を引いた、ユリア、アグリッピーナに似ているかもしれないが、ルチッダの鮮慮さを考えるに、資料の浅さゆえにフランス革命を助長させた、マリー、アントワネットに似ていると思う。詳しくは、ユリア、アグリッピーナ、マリー・アントワネット、を見てね。高貴な生まれ、の人間は、人を血筋で判断するようになる。ルチッダはその典型例のような女性であった。ただ、ルチッダがそのように育ったのは、やはりアウレリウス帝に問題があったように思う。アウレリウス帝は、ストイックの語源ともなったストア派哲学を信奉する、極度に自制的な人間で、自制録、などの著書でも知られているが、そのようなストイックさを、維持できる人間の方が少ない。さらに、アウレリウス帝は、娘ルチッダを政治の道具ぐらいにしか思っていなかった。ルチッダはわずか13歳で、アウレリウス帝の義理の弟であるルキウスに嫁がされる。当時アウレリウス帝は、このルキウスとの共同統治という形をとっていたのだが、このルキウスという人物がとんでもない凡庸な人間で、戦の指揮官としてシリアに向かったのに、道中のギリシアで宴ばかりして一向に人気につかず、到着したと思ったら指揮官とは揉める、愛人は作る、とどうしようもないありさまだった。そのような状態の共同皇帝に、アウレリウス帝は娘を嫁がせる。ルチッダが、人は生まれが全て、と思っても仕方がなかったかもしれない。アウレリウス帝は、ローマの国会たる元老院にも可能な限り欠かさず出席し、日々の激務をこなしながら、ローマ全域を統括していた。このような人物にありがちなのが、家庭内の問題に関する見落としである。歴代ローマのインペラトールにおいて、アウグストゥスやクラウディウスなど、家庭の問題で頭を悩ませた者は決して少なくない。イギリスの大歴史家ギボンは言う。マルクス帝の公妃だったファウスティナは、その美貌と共に縁分によっても有名である。彼女の浮気心を抑えるのは、この気真面目な哲学皇帝には所詮無理であった。ファウスティナの不貞を知らぬ者、またそれに無関心らしく見えたのは、帝国広しといえどもアウレリウス帝一人である。母親のこのような態度は、ルチッダにも確かに伝わった。やがて夫のルキウスが死ぬと、アウレリウス帝は半年も経たぬうちに、ルチッダの次の結婚相手を決めた。相手はポンペイアヌスという、軍団叩き上げの軍人であった。貴族ですらないエクイテス階級の出身で、ルチッダは終始この夫を見下し、多数の愛人を囲っていたという。ルチッダがこのような人格になった原因は、アウレリウス帝の甘やかしにもある。アウレリウス帝が、わずか15歳のコンモブスにアウグストゥス、すなわち共同皇帝の位を授けたのは有名な話だが、ルチッダが最初の夫、ルキウスに嫁いだ際に、アウグスタの尊称を授けていたことはあまり知られていない。皇帝の妻なのだから、アウグスタ、を授けるのは当たり前だと思ってはいけない。アウグスタ、と、皇后、はイコールではないのだ。アウグスタの称号を最初に贈られたのは、初代インペラトールのアウグストゥスの妻であったリアであり、それも生存中ではなく、死後にそのくらいを贈られたのだ。次は暴君ネロの母としても有名なユリア、アグリッピーナで、第4代インペラトールであるクラウディウスと結婚した際にこの称号を贈られた。次はドミティアヌス帝の妻であったドミティアで、ドミティアヌス帝は帝位に着くと真っ先に彼女にアウグスタの称号を贈っている。アグリッピーナはアウグストゥスの血を、ドミティアにしても真偽は不明だがやはりアウグストゥスの血を引くと言われていた。ローマ建国より100年間でたった3人、そのうち2人は暴君の母と暴君の妻であるという特性を持つ。そして最年少で与えられたルチッダもまた、暴君の姉という特性がつくことになる。姉は悪女、弟は希代の暴君、これをアウレリウス帝とは無関係とするのは、正当な評価とは言えないであろう。アウレリウス帝の評価は、自制録、の出来の良さや、その人柄、元老院の尊重ぶりから、理想的な検定として崇められてきた。さらに、ネルアからアウレリウス帝まで、ずっと容姿が続き、御検定と呼ばれたことから、どうしてアウレリウス帝は不敵な実施に継がせたのか。ユリウス、カエサルは言った。人は見たいものを見て、
信じたいものを信じる生き物である、と。だから映画は見せたのだ。何も悪くないアウレリウスという検定、と、その意志を継ぐ清廉潔白な娘、そして悪意の塊である唯一悪のコンモブスを。人が見たいものしか見ないのなら、人が見たいと思うものを見せるのが映画であり、エンターテイメントだ。真実などいらない。真実とは作り上げるものだ。ご検定のイメージが作られたように、清廉潔白なアウレリウスの娘を作り出してしまえばいい。真実など、いくらでも捏造できるのだ。人々の見たいものとは逆に、歴史としての真実はこうだ。ルチッタのせいで、暴君コンモブスは作られた。アウレリウス帝によって、アウグスタの位を得たルチッタは、我こそがローマの支配者にふさわしいと考えていた。事実、夫であったルキウスが亡くなっても、彼女はアウグスタのままだったのだ。しかし、アウレリウス帝は、死ぬ前に、11歳も年下の弟であるコンモブスに、アウグスプスの位を授けた。コンモブスは、確かに暴君だったが、当初はそこまで暴君ではなかったことが、現代では知られている。コンモブスは、明確にある起点から暴君となってしまった。その起点というのが、実は姉による暗殺事件である。そう、ルチッタは、血を分けた弟を、本気で殺そうとしたのだ。コンモブス側から、ルチッタに対して攻撃を加えたような跡は、まるで見受けられない。ことの発端は、アルデマからだったようである。コンモブスの妃である、クリスピーナが解任したとの情報を、ルチッタは聞きつけたのだ。クリスピーナは、元老院議員を父に持つ名門の娘であったが、ご検定二人の血を引くルチッタとしては、面白くなかった。コンモブスに子供が生まれてしまえば、次のインペラトールはその子になる。あるいは、ルチッタは前々から弟のコンモブスを殺害するつもりであったのかもしれない。または、子供が生まれたことによって、このクリスピーナにアウグスタの称号が贈られるのを恐れたという説もある。母ファウスティーナが亡くなってからは、ルチッタがローマ帝国唯一のアウグスタだったからだ。本当の動機はルチッタにしかわからない。ルチッタの夫ポンペイアヌスは、激戦区であったドナウ川流域の戦地に行き、ローマにはあまりいなかった。それをいいことに、ルチッタが愛人を作っていたことは、先ほども述べた通りである。その愛人は、こともあろうに夫の甥であるポンペイアヌス、クインティアヌスであった。計画は、マリー、アントワネットが立てたと言われる、アレンヌ逃亡事件並みにずさんであった。その日、コンモブスは感激を楽しんでいたらしい。そして劇場を出たところで、暴漢に襲われた。この暴漢はなぜか、元老院のために、と叫びながらコンモブスに切りかかっていったという。その声のおかげで、近衛兵はその暴漢を取り押さえることができた。暴漢を取り押さえてみたら、義理の兄の甥であったのだから、びっくりしたであろう。そして、この男を拷問した結果、自分が最も愛する姉の名前が出たのである。ルチッタはコンモブスを死ぬほど憎んでいたようだが、コンモブスはこの年の離れた姉を心の底から慕っていたようなのである。こうして怪物が生まれてしまった。コンモブスは事件に関わったものをすべて死罪にした。主犯である姉のルチッタはカプリ島に島流しにされた後、死んだ。どのような死に様であったのか、それは残念ながらわかってはいない。この一件が、コンモブスに、いや、ローマに、いやいや、世界史に与えた影響は大きい。この事件を境に、コンモブスは人が変わった。コンモブスは、猜疑心の塊と化したのだ。ローマは、破滅へのカウントダウンを始めた。この後ローマがどうなっていくのか、それは次に出すコンモブスについての動画で語ることにしよう。それまでチャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。